およそ100人の学生らが中国北京を訪れ、動画投稿アプリを運営する大手 IT 企業の職場を見学しました。都内の大学に通うおよそ100人の学生が30日北京を訪問し、中国で月間およそ7億人が利用するという動画投稿アプリクワイショーのスタジオなどを見学しました。日本よりも発展しているところはありますし、これからどんどん、なんかもうなんか追いつけないんじゃないかぐらいの勢いで来てるなという感じです。对一个互联网的大厂来说，他们这些年轻人是怎么工作的，是怎么开始相互合作的，也是一个很好的体验。学生の訪中団を受け入れたクワイショーの劉振副総裁はこのように述べ、今後も日本側との協力を拡大していきたいと期待を示しました。